500万年前、ここは大きな湖だった。木の葉が積もり、草花が重なり、100年かかって1センチの土ができた。風が岩を削り、雨が石を砕き、1000年かかって1センチの砂ができた。川はそれらを大きな湖に運んだ。水の底でプランクトンが折り重なり、1万年かかって1センチの泥ができた。やがて湖の水が消え、巨大な谷になった。木々が生い茂り、森となり、やがて人が住むようになった。人々はこの谷をミノと呼んだ。そして土の器を作るため、一つの炎が上がった。やがてこの巨大な谷は、世界で最も大きな焼き物の里となった。生活の器から芸術作品まで、すべての焼き物がこの谷から生まれていく。さあ今、この奇跡の土を、1万年の時を燃やそう。この土を預かるものとして、さあ今、この大きな美濃の谷に炎に炎を重ね、1万年の時を燃やそう。この炎を託されたものとして。